はい、カナーの四月号旧課題になります、えー。どうでしょうか、三箇所ぐらいね、基本。三箇所ぐらい墨付けるポイントを。決めてもらって、書いてもらう、絶対ここというわけではないので。墨付けた文字をこういうふうに少し小さめに密にします。ここもそうですね、こうして、少し詰めて。小さめにして。大小をうまくつけていく感じですね。 墨つけるって決めたところは、えー、少し白を減らすイメージでね変えてもらうと潤滑の変化がより出やすいですわ、ね、分かりやすいですね。してこの周りですねくるところを少し墨を紙で取ってもらってですねどこがいいかなここからしましょうかヨ あまりこう直線にならないねふっくらしたラインでふっくらしたラインで柔らかくですね微妙な筆圧の変化をつけながら柔らかい線で穂先がね線が真ん中通るイメージで特に平仮名書かれる時は毛先が後からついてくるイメージですねで書くようにしてみてくださいはい段下台の方も立ち分かれですねこの1行目を こうちょっと隅が浮くぐらいです、ね、今たくさん隅つけてますけど1行目はもう隅たっぷりっていうのが基本形でいいかと思いますそして2行目のこの辺りですねは滑筆で、えー、この辺もっと活筆効かせるとなので隣にね反射を除いてもらってきれいに拭き取って拭き取ってこの辺からは拭き取って拭き取って。 多いなと思ったら撮るようにしてもらって潤滑の変化ですねしっかりと潤滑の変化をつけて描いてもらうと純筆筆活筆ですねえ近くと奥って遠近法っていうんですけどえ作品が立体的に見えるのでねえ積極的に思い切った墨つけるところ取ったところっていう変化をつけて描くようにしてみてください。 はい続いてこちらはやっぱり全体のバランスになりますので注意するのは天地を揃えるですね上下をしっかり揃えるというのと上をえ上の部分を少し爪気味に描いとかれて下で調整する方が絶対ですね上の地を少し小さめにえもちろん墨のねこうつけたところを今言ったように密にするって形ですねそして 再線で描くで下の部分が空いてきたなと思ったら少し時間空いてもいいのでねえこういう感じで下がゆったりとした状態で時間だけですよ時間だけで言うと下がゆったりした形で上が詰まるような感じでねしっかり上の部分でえ詰めておいて下でゆとりを持たすっていう感じで書くようにしてみてください。